新田明という選手は今目障りで仕方ありません。横浜で終わらせて何も言われないようにしっかり子育てをしていただきたいなと思います。ああ三田ですか、三田、あーっと椅子を持ってなんと北斗襲撃だ。9月15日、上には上がいるっていうことを思い知らせてると思います。引き出し超えてるのか、なんか面白い冗談を言ってくれて、なんか腹から笑いたい気分なんですが、 9.15 終わってその冗談言えるかなって思うんですよ。第4試合、インクレディブルタッグマッチ、45分一本勝負。まずはじめに、チームノストラダムス、尾崎真由美、北斗晶組の入場です。さあ、まさに世紀末、チームノストラダムスというよもやもしない第三勢力が今まさにこのガイアのマットを蹂躙しようというものすごい勢いで嵐のように向かってきているわけであります。チームノストラダムス、北斗晶、そして尾崎真由美という、まあドリームタッグと呼んでいいでしょう。この2人果たしてどういった試合を下田三田に対して見せてくれるんでしょうか。本当に楽しみな一戦を迎えました。今日の第4試合、インクレディブルタッグマッチ、45分一本勝負、場外カウントは一切なしというルール説明もありました。須山さん、はい、またしてもすごい試合を予感させるわけですけどね。これはとにかくエニウェアルールみたいなもんでしょう、はい、どういうことになってしまうのか。まさにこの横浜文化体育館、戦火に包まれることは試合前からもう如実に想像できるわけであります。ただ尾崎選手がですね、はい、あの29日の大津工業で右膝をかなり痛めてしまってるんですよ、はい、そうなんですよね。まさにあの北斗選手とシングルマッチをねやった試合でかなりあの痛めましたんでね、そのあたりの怪我の状態は大丈夫なんでしょうか。尾崎真由美、続きましてスーパースターズ輸入ラスカチョーラスオリエンタです。下田美馬、三田悦子組の入場です。さあ対するは下田美馬、三田悦子、あれラスカチョーラス、あ、クール出ましたよ。ああ尾崎と北斗がラスカチョーラスの2人をまだゲートに、まだゲートにから現れていないにもかかわらず一歩一歩そのゲートに近づいていっています。北斗と尾崎、これはどういったことを目論んでいるんでしょう。出てきてすぐ何か仕掛けていこうということですかね。さあ一触即発、なんとも言えない緊張感に、ああなんとゲートの奥まで、うわさすが北斗、考えることがね、あとですね、えげつないですね、はい、ラスカチョーラス あの入場コスチュームってかなりかさばるんで、この時襲われると動けないんですよ。なるほど、しかもそれ楽しみなんですね。染み尽くしたもののなせる技っていうことですか。あ、パイルドライバーですね。ファクトが、うわ高速パイルドライバーを通路で、うわそして尾崎が三田を捉えている。あーどうやらこのチームのストラダムス2人で、おーうわー、あこういうロープの使い方もあるわけです、ね、逆ロープ、逆にロープに振っていくというね。あー下田もこれ須山さん、ちょっとエニウェアルールなんでね、コンさん大変にもね襲ってきますよ。さあ逆にロープにもう1回振って、おお、ツープラトン、豪華なツープラトン、おお早速来ました、早速来ました、早速来ました。あ下田が今もんどり打ってフェンスとともに倒れてしまいました。あ下田選手が使い割れましたね。あうわ早くも流血ですか。さあチームノストラダムス、コンさん、北斗尾崎のタッグっていうのはまたかっこいいですね。すごいですね、このタッグは、うん、もうとにかくもう一人一人の個性が、はい、もうまた倍増して、なるほど、ね、
僕の目の前ですよ今額割れたの。ここでまさにこの場所で、まさに野田も怒りを爆発させる。三田選手も椅子を、三田の流血ですか。ああ本当だ。あもう椅子にねすごい流血、もう血のりがついてますよ。あ危ない危ない、怒り狂うかラスカチョ。まあ、しかし元を正せばこのラスカチョラスというのはこれ北斗も含めたチーム名だったんですよね、はい。まあ、下田と三田としてはこの 元の師匠にこういった形でこのまま敗れるようなことがありますね。いやもうね、ラスカチョラスというのは北斗選手が抜けた後にまあ一旦チーム解散したりとか、はい、その後すごい苦労して今はまあここまで来たんですよね。女子プロ界のナンバーワンタッグという座をまあ得たわけですから、はい、これはやっぱ今日大事な試合ですよ斉藤さん、はい、ところがですね、そのあたりがやはり北東崎をですねかなり刺激していると言いますか、まあ、このラスカチョに対してですね、まあ、タッグではクラッシュを超えたと言ってるみたいだが、うん、強いやつはまだまだいるんだということは今日はもう思い知らしていると、勝敗はもう関係ないと、花っ柱を根こそぎ折りますと、こう言ってましたね。この辺りが痛めつけてやろうということですかね、これまでの戦いに出てるんじゃないでしょうかね。なるほどなるほど、まさにここまではチームのストラダムス、まあこれはアルマゲドン状態になってるんですよこれ。でも相手を流血させることは多いんですけど、ラスカチョが流血させられるっていうのはね、まあそれやっぱり北斗ですからね、相手がね。北斗はちょっとスリムになりましたね。そうですね、もうまあ、旦那さんの佐々木健介選手に言われて、やっぱりこう、ね、お客さんの前に出て恥ずかしくない体になるまでは復帰はダメだと言われたそうで、あそう、すごいトレーニングやったみたいですね。あなるほどね、一時期80キロ以上あったそうですから、そうそう、すごくいい、ね、スタイルになる。さすがプロ根性ですね。その後よデスバレーデスバレー、今北斗選手決まりましたか今ね。いや一瞬の隙をついてデスバレーを決めていく。あ北斗の動きが止まりました。さあラスカチョのリベンジが投げつけました。黄色い椅子を尾崎に投げつけて、おっとラスカチョ怒り浸透爆発させていく。ブレイジングチョップ、ものすごい音を立てました。はたまらず場外ですね。さあ連続タイプですね、いきますかね得意の。さあラスカチョのラスカチョタル、あこれはちょっと外しましたね、珍しいですね。あラスカチョがこの得意のパターンを外すというのは非常に稀なんですが、ちょっと下田選手がロープね、はい、両足踏めなかったんですよね、流血のダメージですかね。なるほど、あるいはこの北斗に対するという部分の気負いもあるんですかね、ひょっとしたら。さあこのラスカチョとしては得意の針を逆戻りさせることはね、許されないということですからね。この試合で北斗に敗れますと、またしても苦労新さんを舐めた時代が蘇ってくるという。さあそれぞれ通路に、お互いへと、あどうやら、あこちらでは北斗と下田、そしてちょうど対角線向こう側では、あ下田東崎、今度はこの場外はどうやらラスカチョが、そうですね、主導権を握るような形になっています。場内を広く使った乱闘というのが多分ラスカチョの一番上だと思います。なるほどね、やはり時代は流れていま す, です、ね、その時代を止めるわけにはいけないこのラスカチョの2人、また2人が通路に戻ってきました。4選手ね、通路での攻防、どうやらこの試合この通路での、危ない危ない、これすごい軍隊の椅子と重いんですよ、スチール椅子でも。あここの椅子が特に、あ本当だ、ドシンとしてる、はい、どうやら1つこの通路での攻防っていうのが、コンさんの椅子、俺の椅子が取られました。ちょっと待って、コンさんの今コンさんが空気椅子状態で解説を続けなければいけないという状況に、またしても放送席を襲われる水椅子パイルドライバー、なんということか。まだでもいっちゃーコンさんの椅子返してくださいよ。さ
さらに一発これこれはこれはマジいやいや今やっとリスが戻ってきましたねいやあのねあーちょっとあーうわなんと今度は僕のね真ん前で真ん前であーさらさらにドリル痛い痛い、これは痛いぞ勘では顔面をちょっと三田が完全に上気を逸した子うわー放送席があるなおお今度は柵が柵を持ってまた本さん災難ですね。もうね。そんなこと言われたって我々の仕事でやってるんだからもう。俺が狙われてんのかなって。完全に狙われてます。ちょっとうわちょっと危ない。柵が柵が今リング内に持ち込まれました。いやーコンさん大丈夫ですか。大丈夫です。いやどっちにしてもね、僕の椅子はあれ、もう充血で、座ったらケツが真っ赤になっちゃうね、あれはもういただけないって感じいやでもちょっとここのところのラスカチョの意地見ましたね。いやそのラスカチョの意地をこんな目の前で見るとは思わなかったんですけども、こんな近い距離でね。あーさあ、得意の特殊攻撃。さあ、得意の特殊攻撃。ホット選手はどこ行った？ホットはどこ行った？ホット後ろにいましたね。ちょうど今、通路で。ああ、今やっと通路で、ね。ああ、ホットも流血。ホット、アキラが大流血。うわーっと。三田がなんと。三田下田が。恐怖の大王を大流血に追い込むというすごいことになっちゃったな試合中盤なんとも世紀末の予感がうわー鉄柵攻撃が椅子ですねこれもさあさあさあ下田がうまく鉄柵を使ってサンドイッチ攻撃だこれコンさんはこう北斗選手なんかとはプライベートでもお付き合いがもうプライベートでね食事したりよくしてるんですけどやっぱりここで見る北斗はもう別人ですからねまあメイクもね普段とは違いますしいやでもちょっと北斗その北斗がちょっと腹筋らここまでやるここまでやるね苦しい表情を見せたのは久しぶりなんですがさあまた2プラトンまた2プラトンああ危ない危ないこれはちょっと危ないぞうわー危ないさあ北斗が今持ち上げられて持ち上げてなんだ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 これはこのままあー叩きつけられたさあ尾崎ですね尾崎もちょっとかなり攻められてる流血もありまして両者ともかなりスタミナを下ろしていますさあうわすごいすごいパワーバムおーこれは返すしかし下田も赤コーナーとクロープで頑張っていますこのままダイブしますかね回転かかと落としですかねなるほど起きるのを待つのかさあかつての師匠この北斗晶デンジャラスクイーンに対して成長の証とでも言いましょうかねローリングしてのかかと落としを見せようという下田だったんですけれどもさあ北斗が起き上がってこないと見るや否やをポジションを変えましたニュートラルコーナーからいきますかあーっとこれはトペコンかあるいはローリングかかと落としたいやしかしかわされて大投げ復活パンチ右フック完全に今のは顔面パンチですね、はい、右フック顎の先端に炸裂後頭部に一蹴り入れておいてさあテキーラだテキーラあーっと自ら持ち込んだ椅子で腰のあたりを通過していくさあバックを北斗も復帰してきた連結ないカットでしたねすごかったですね今のはうわ出ました高速パイルさあ北斗が徐々に怒りをあらわにしていくかああしかしああ北斗尾崎チームのストラダムスがちょっと窮地に追い込まれるという状況に落ちうわデスレークドライブかこれは厳しいおかかと落としなんとなんと下田が一人でこのチームノストラダムスを叩きのめしていこうということなのかさらにローリングでかかと落としだこれは入ったぞ
これは危ない危ない。北斗が髪の毛をムンズと掴んでカット。うわー、もうどうやら流血を機会に完全にラスカチョペースになりましたね。これラスカチョが、いや、やっぱ体力コンディションということを考えるとやっぱラスカチョの方に分がありますからね。この誤爆はうまかった。ジモプロです。この辺りは尾崎さすが百戦錬磨です。ダブルのフィッシャーマンズマスター。さあ髪の毛掴んでホールに行く。ここで椅子が落とされた。このちょっととりあえず椅子を、うわ、3の辺り後頭部投げっぱなしで、投げっぱなし椅子ですよ、あれカメラマン怖いですよね、どこ飛んでくるか分かんないんで。いや、たまにあのコントロール誤りますからね、あれね。僕が一回前場で飛んできてね、ちょうど僕ね、肩折ってた時にね、それでまた逃げられた。今のはちょっとカップに入ったんですかね。さあさらにおっとパンチを入れて、さあリング中央で三田を投げっぱなしのジャーマンだ。どうやらチームノストラダムスやや息を引き返してきたんでしょうか。おー出ました、オーネット場外トペコンイロ、さらに場内でリング内でトペコン、トペコン20勝。さあリング外で北斗選手と下田選手はダブルダウンですね。さあ DQ ボムだ。おー DQ ボム、ちょっと回しきれませんでしたね。巨体の三田を、おお、カウント 2.9。 ちょっと膝がね悪いんで、そうです、あと三田選手が大きいんで回りきらなかったですね。さあデンジャラスクイーンから直伝ということでしょうか、 DQ ボム。しかしカウント3は奪えませんでした。さあしかしここからが勝負ということになってきましたよ、ね、さあ北斗晶の表情が徐々にその闘争心を戻してきました。ダブルインパクト式、うわ今のは何焦点なんですかね。ですかね、超強くてやる、はい、またしかしテキーラサンライズは決まっている。でもここは下田がね、今スリーカウントかという瞬間だったんですが、下田を抑え切ることができませんでした。ちょっとこの椅子を取り上げないとこれ、橋本チームのストラダムスもね、もうこれスリーカウントってのは難しいですよ。公認競技みたいなもんでしょ、椅子は。なるほど。ならダブルでだぞ、ダブル。やはりこれこういったタフな試合になってくるとね、2人で、でも北斗も上がってる。北斗がリング、トップロックからなんだなんだ、おお、なんと2人投げ倒すミサイル。いやー、5の先端的確に、ね、的確に捉えていく。さあ椅子を取り上げたぞ、尾崎と北斗が椅子を取り上げたぞ。さあ抜けた、2人とも抜けた。さらにこれ見たですね、スリーカウント、おスリーカウント見事。ダブルホールですね。でもダブルホールですか。ノーザンライトボムですよね、今のはね。確かに北斗晶ノーザンライトボム、ノーザンライトボムをついに解禁。いやダブルホール、まさにこれは最後は息の根を止めたというねフィニッシュだったわけですが、それにしても衝撃的なダブルホールと言っていいですかね、今のは ねノーザンライトも完璧に決まったと言っていいでしょう。綺麗に待ってましたね、なんかきつい角度でしたね。いやそれにしても、北斗尾崎、勝ってなおちょっと不満そうな表情も見受けられましたけれども、さあこれしかしガッチリアーク中チームのフォーダイク。いやしかしラスカチョとしては悔しいですね、これ。この表情、時計の針はまたしても元に戻されてしまったんでしょうか。ラスカチョーラス、北斗晶
亡き後のリングを最強タッグとしてその地位を着々と作り上げてきたこのラスカチョーラスとしては今日のこの敗戦の意味はあまりにも大きいかもしれません。下田がもう投げ通ったあのダブルの椅子攻撃も相当効きましたんでね。あーかなり2人ブロッキーだ。あーアスカが今 SSU アスカがですねちょっと心配そうに肩を貸します。わーさすがに下田もあのノーザンライトあそこまで完璧に決められてよね。ちょっと返す余力はなかったでしょう。まあそれにしても富山さん、はい、デンジャラスクイーンが戻ってきたっていう、まあ正直言ってねちょっと実感を、ね、あのノーザンライトボムは感じましたけどね。復帰ってから数試合の北斗選手はもう率直に言ってあんまり本調子じゃなかったんですよ、はい、久々に北斗晶らしい北斗晶見ましたね。いや本当にそうですよね。まああの流血が割と火をつけた部分もあったかもしれませんね、まさにあの縮められた北斗の表情を見るたびにあの壮絶なるカンドリとの一戦あたりを彷彿させた人もあのファンの方もね多いかと思います。さあチームノストラダムス、まあ、これからの展開というのもね非常に楽しみになってきました。もう3人でやってる時はいいパートナーだった。それは足引っ張ってくれて本当に大変だったけど私にとってはやっぱり、うん、ダメだけどいいパートナーだった。だけど今まあ思い起こせば南鈴鹿とか若い頃は堀田恵美子とかいろんな人と組んできたけど、うん、なんていうのかなやっぱり似てるな中身が似てるレスラーに15年目にして初めて会えたかなっていうかね、うんうん、だけどいつまでもこのなんていうのかな育てた云々っていうのはやっぱりうん、思っちゃいけないと思うし、うん、私は2人で言ってるんだけどカードは出し惜しみしないでやっていきたい。だからさあもう一回再戦とは今のところは考えず、うん、次のステップで行くよね、うん、今日のメインの結果で私たちは動いていく、うん、でも誰にも指図されないし、ねうん、だからもう15年目にしてうん、巡り会えたかなっていう感じでね、うん、でも手応えあったね。ノストラダムスの大予言だね、うんうん、ここのリングは絶対うちらのリングになるよ。